はいみなさん、bonjour、都シカキューバーです。今日のテーマはこちらになります。深掘りします。日本の生産性が低い理由について話していきたいと思います。で、まずこのテーマを選んだ理由なんですけども、日本の労働時間が長いけど生産性が低いというのはよく聞きます。それは本当なのか、実際のデータで見ていきたいと思います。 で、まずここは注意事項なんですけども、この動画でたなたに日本を批判するつもりでは全くありません。実際のデータをもとに日本の生産性を解説した後に、その理由を考えたいと思います。また、僕も2業を務めるのは6年目になりますので、一応日本で仕事をする経験もありますので、解説していきたいと思います。で、今日の内容はこちらになります。まず、世界中の生産性と労働時間を確認した後に、 残業に対すする全く違う考え方もありますその後、日本はなぜ生産性が低いのかまた、その状況はなぜ続いているのかで、最後に、この中で見られた光について話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。また、こちらは僕のプロフィールなんですけども、興味がある方は見ていただきたいと思います。また、ぜひ、よかったら、いいねボタンを押していただいて、また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。 それは始めていきましょう。まず、世界中の生産性について見ていきましょう。OECD 経済協力開発機構のデータを確認しますと、OECD 加盟35カ国の中に日本の生産性は21位になっています。G7 の中でも最下位になっています。また、世界中の労働時間を確認しますと、同じく OECD のデータから世界中の労働時間を確認しますと、 日本は22位になっていますここを詳しく確認しますと、実は日本の労働時間はアメリカより低いことになっています。ただ、男性だけの労働時間を確認しますと、日本は世界一になっています。つまり、ここでは日本の生産性が低い一つの理由が出てくるかと思います。日本ではまだ専業主婦が多くて、 女性の家事労働時間も確認しますと、男性の約5倍になっています。世界は3位になっています。専業主婦が多いというのは、夫は2人、3人、また4人の家族の生活をサポートするために働くことになっています。夫しか仕事していないというのは、1人の給料だけで4人家族をサポートすることになりますので、基本的には無理です。 金銭的にはありません。なので、自分の給料を上げるしかありません。その給料を上げるのは、一番簡単な方法として残業することになります。残業するほど残業代ももらえて、簡単に稼ぐことができます。その一方で、労働時間がなくなくるんですけども、成果を出すことに関係がありませんので、生産性が低くなってしまいます。 次は残業に関する全く違う考え方について話していきたいと思います。そもそもなぜ残業しても何も寄れないのか。まずドイツのケースを見ていきましょう。ドイツの場合は法律で1日の労働時間は原則で8時間を超えてはいけません。また単純に今忙しい、受注がたくさん来たという理由だけでも残業するのは基本的にはできません。 どうしても残業をしなければならない日があった場合は、次の日の労働時間を短くして、平均で8時間にしなければなりません。それは法律で決まっていますから。つまり、ドイツでは残業代を稼ぐことはできません。一方で、ドイツの労働時間は1356時間。で、日本と比べたら約21%で短くなっています。それを見ると、 ドイツ人って、たなたに仕事をサボってんじゃん、と思うかもしれません。ただ、ドイツの生産性は、おいしの中でも、従業員になっています。日本は21位です。つまり、ドイツの労働時間が短くて、生産性が高い、ということになります。一方で、日本は労働時間が長くて、生産性が低い、ということがわかります。では、なぜ日本では生産性が低いのか 考えていきたいと思います。家族の構成と給料について話してきましたけど、それだけではないと思います。最も大きな問題のは、やはり日本の文化そのものだと思います。ここは改めて注意事項なんですけども、日本の文化に関しては全く問題がないと思っている方は、ここで別の動画をみんなにいただきたいと思います。日本では頑張る。お疲れ様です。 ご苦労様です。一生懸命。お忙しい中。など、学校や職場でよく使う労働を訴求する言葉がたくさんがあります。日本では世界よりはその苦労を認めています。成果を出さなくても、頑張っていたら全く問題がありません。逆に、頑張った分は褒められます。よく頑張ったな、とか。残業でも同じです。 先ほどの給料の話に戻るんですけども、簡単に給料を上げるには残業をすれば良いです。成果を出して、定時に帰る人よりは、成果を出さない、残業する人の方が、実は給料が高いです。つまり、残業代は生産性の低い人のご褒美になっています。その結果、生産性が低いほど、給料が高い、という状況になってしまいます。その上で、プライベートよりは仕事を優先する人の方が、 社内で尊敬されます。頑張っている、苦労しているということのアピールになりますから。会社のために自分のことを犠牲するのは会社としては嬉しいです。では、海外の場合は、給料を上げるにはどうすればいいのか。海外では、給料を上げたいのであれば、成果を出して、修正しかありません。理由なしで残業するのは、お前、熱天皇、吐くカレーと必ず言われます。 勝手にお金を貯めるためには残業するのは基本的にはダメです。そもそも成果を出さない人はすぐにクビになります。成果を出さない、効率の悪い人は会社としてはいりません。日本では頑張って成果を出しても何ももらえません。出世は年齢と連動していますので、年を重ねるほど実的に出世します。 では、なぜ日本ではこんな状態になっているのか。その理由は、日本は、成果主義ではなくて、プロセス主義であるからと思います。成果を出しても、成果を出さなくても、給料は基本的には同じです。また、成果を出そうとしても、今までと全く同じやり方で仕事をしないといけません。先輩のことを尊敬して、教えてもらったことを必ず守らなければなりません。 会社のやり方やプラスに問題を見つけて、それを上司に相談しようとすれば、お前、新人のくせに、こんなことを言うのを試してくれ、と言われます。それは僕も実は経験したことがあります。昔のやり方で成功したので、昔のやり方でいいよ、と思うことは、念ながら大半かと思います。ただ、昔のやり方はもう今の時代にありません。 日本のシステムと仕事のやり方はもう古いです。また、日本では、忙しいであることも大前提になっています。余裕がある人は、ただ単に仕事をサボってると思われます。定時に帰る人は、この人いつも早く帰ってんの、ダメだなと思われます。それこそ、プロセス主義になっているかと思います。日本では、仕事するというのは、出社する。 と全く同じになっています。頑張るというのは遅く帰る、残業するのことになっています。どうしても成果に関係がありません。最後にコロナ禍で見られた光について話していきたいと思います。2020年に大きなチャンスが来たと思います。テレワークが多くの企業では導入し始めています。家で仕事することになりましたので残業代が出ません。 それはなぜかというと、就職することを確認できなりましたので、仕事をしていることも確認できないからです。なので、仕事をしているかどうかを確認するためには、成果を見るしかありません。今日は頑張ったと女子に報告しても、具体的にと必ず聞かれます。なので、ある程度残業をせず、成果を出さなければなりません。テレワークはある意味、成果主義の 一つのステップかと思いますまた、こういうデータもあるんですけども、テレワークで生産性が上がったと感じている人も結構多いかと思います。ということで、日本でも成果を出そうとすれば成果を出せます。しかも、それは残業せず。職場の雰囲気は生産性に大きく影響していると、ここでよくわかるかと思います。定時に帰ったらまずいとか、頑張っているのを見さけなきゃとか、 その上で遅くまで会社にいるだけでお金をもらえるということになりますので社員にとっても別に物がないと思ってしまう方もいるかと思います。では最後に企業のまとめに入りたいと思います。企業は日本の生産性について解説してきましたで。日本ではやはり一番影響しているのは日本の文化そのものだと思います。日本の伝統な文化のせいで生産性を上げるのは非常に難しいです。 ただ、テレワーカーなどの普及もあり、各社も成果と連動している、ボーナスなどの導入も始まっていますので、徐々に変わっているのではないかと期待しています。それでは、皆さんご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っている方は、ぜひ、いいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、ブログと Twitter と Instagram もやっていますので、ぜひ、フォローお願いします。 最後に皆さんから何か説明してほしいなどがありましたら、下の方にコメントしていただければと思います。コメントは必ず見ますので、何でも言ってください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回で。